はい、 J チャンネルです。今回はね、弦ですね、弦、弦をいろいろ試してみましたし、プレゼント企画にしようかと思っていろいろ悩んでいましたが、そろそろ弦を決めなきゃいけないということ時にですね、いろいろ弦を発見しました。これがね、アリアプロ2というやつで、ね、これをちょっと買ってみました。一つあと 2,3 個買ってるんですけどね、弦はあと何回かでも最終にしようとは思っていますが、今のところはね、このアリアプロ2っていうやつがね、 AGS の 203L、 これがね3セット、コスパーブロンズで3セットで630円、これはちょっと興味があったので、評価も結構いいんですよ。36件とかあって、いい評価もあります。ということで、これが気になったので、これはアリアプロ2買ってみました。これを今から貼ってみたいと思います。はい、貼り替える前にちょっと弦をね、これはあのダタリアの EXP の、15ですね、交換してもらったやつが今ちょっとしっくりきてます。いい感じです。これを貼り替えてみたいと思います。はい、今貼ってますね。これが3セット本当にあるんですね。3セット入っています。3セット、こういう感じ、分かれてるんですね。すごい親切。これが3セット入ってます。弦が1つずつ梱包してます。すごいな。これね、例えば今3セットで630円だけど、1セット260円です。これが良かったらいいな。ちょっとこの1セットが、ほら、初心者に分かりやすい1弦2弦3弦4弦5弦6弦って書いてあります。6弦間違う人もいないと思いますよね。これ貼ってみたいと思います。はい、貼り替えました。アリアプロ2のホスファーブロンズ012から053、5弦が053ですから、そんなにまあね、太くない。これが1本260円。ホスファーブロンズ感はあのエレクサみたいな感じはないですけど、悪くない感じはします。やっぱりちょっとライトゲージだから硬いけど、まあ、でもこれが普通だからね、標準がライトだとね。貼ってすぐですから何とも言いませんが、ファーストインプレッションっていうというとしたならば、260円じゃ安い、 OK。 ただこの、なんか張り替えた時の感動がないな。なんかちょっとこのなんかこう、ちょっとホスファーブロンズというイメージがあるからかもしれませんけど、ホスファーブロンズはもうちょっとキラキラしてほしいなという感じもするし、普通のあのブロンズ弦を張った感じもするかな。で、コーティングをしてないのね。これはですね、1本じゃない、6本で1セット260円だから、税込みで286円だから300円弱ね、
あの初心者の方でまだあの弦交換慣れてない方がね、練習するのにこうちょっと買っておいてもいいかもしれないですね。本当にあの悪くない感じです。いいとは言い切れませんけど、あのなんとかかんとかという安い弦を買うよりかこっちの方が僕はいい印象があります。あのギターもギターですからあれなんですけど、今までこうずっとこれでやってますのでね、比べてもらったら分かると思います。このね D を弾いた時のこのキラキラっとした感じがないかな。でも本当にこれであの目標する理由はないですね。1セット260円でしょ。260円でこれだったらいいんじゃないですか。普通のまあまあの弦が3本2本か2本半くらい買えるでしょ。ない感じがします。アリアプロ2 AGS の203かな。3セットは203、1セットは 200L ですね。でライトゲージとコスパーブロンズがあります。カスタムミディアムはない感じですね。いう感じですがどうでしょうかね。なんとなく分かりましたかね。3セット630円だったらいいんじゃないでしょうかね。3セットで630円でしょ。いいね。あのおすすめまではいきませんが、試してみるのもいいんでしょう。いいんじゃないでしょうか。はい、アリアプロ2ですね。 AGS の203 3セットの1セット貼ってみました。なんかコメントがありましたらぜひよろしくお願いします。はい、弦の旅はまだまだ続きます。 J チャンネルでした。ではまた。